川かすみのかすみんチャンネル。今回はスペシャルバージョンです。パリにやってきました。パリオリンピックに向けて少し早く入って、今日は気づいたばっかりなんですけど、今、8時です。夜8時です。今からご飯を食べて、明日は凱旋門とかに行ってみたいと思います。楽しみにしていてください。ただいまですね、夕方の6時半です。今日はスポルトの生中継を初めてパリス局からやったんですけど、フジテレビさんのパリス局がなんとシャンゼリゼ通りにあってですね、そこから中継をしました。初めて初日だったのですごく緊張したんですけど、パリス局からのロケーションがシャンゼリゼ通りがもううわっと綺麗に見えるので、本当に素晴らしいロケーションで楽しくやらせてもらいました。ちょっとシャンゼリゼ通りの街並みを映しますね。シャンゼリゼ通りです。あ、これはラデュレですね。日本にもあるかわいいお店です。こんな感じでカフェもあります。歩いてるだけで本当に街並みが美しくてずっと歩いていられます。最近はですね、パリに着いてからは朝起きたらこのシャンゼリゼ通りを1時間かぐらいお散歩するのが日課になっています。すごい、結構涼しいです。オフィシャルショップにやってきました。せっかくなので皆さんに可愛いお土産を紹介したいと思います。ですね、ちょっと待てよ。これがじゃんじゃん、可愛いキーホルダーがいっぱい並んでます。可愛いです。あと帽子とかね、 T シャツとかすごい種類のものがあります。どれもオリジナルで可愛いです。私は何を買って帰ろうかな。帽子いいね。どうしよう、この青い帽子かわいい。これかわいいですね。これちょっとかぶってみようか。 Hello Hello Thank you。 どうどうどう、ちょっと待てよ。あ、これいいですね。すごい日焼けにもなりそう。これいい感じ。かわいいです。たくさんいろんな種類のお土産があります。こんばんは。パリは夜になりました。早速いよいよ明日からパリオリンピックが始まります。今日はですね、バレエとテニスの練習会場に行って選手たちの練習を見させてもらって、いよいよ始まるんだなっていうのをすごく実感しています。昨日は卓球会場に行ったんですけど、選手全員と会えてみんなこう明るく笑顔で元気に練習していたので調子もいいんじゃないかなと思います。私は今からですね、今パリフジテレビさんのパリ支局に来ていまして、今から日本は朝なので目覚ましテレビに出演させてもらいます。明るく元気に頑張りたいと思います。そしてこの今後ろにエッフェル塔が映ってるんですけど、5分間だけこうシャンパンフラッシュでキラキラに光るので、その景色を撮るので見てください。始まった？まだね。あ、来た。おー、すごーい。ピカピカです。あー、綺麗な景色です。すごい。明日から始まるパリオリンピック、全力で
選手の皆さんの熱戦をお伝えしたいと思います。